今回はですね、前回の、リペアの続きでございます。はい。で、今日はですね、リペア家の中でやろうと思ったんですけども、かなりゴミ出ます。はい。家族に迷惑かけちゃうので、屋外でやっております。はい。やはりこの細かい加水したゴミはですね、厄介です。はい。なので、まあしょうがないかなっていう気はしたんですが、今日非常に天気も良かったので屋外でですね、やっていました。気持ちいいですね、非常に屋外の方が。何でしょうか、暖かい中でスニーカーいじってる、もうこれだけで十分、素晴らしい趣味だななんて思いながらですね、やってみました。で、今回の目的は、加水したゴミを細かい部分を、ブロワーフロでこう吹いて、全部飛ばしちゃおうという感じです。はい。アセトンをやる前にやっぱりどうしてもその、加水したものをスニーカー自体から剥がしたいなっていうのは今回の狙いですね。はい。でもブロワーを使うのは、今回私も初めてで、今までは結構パッパッと手で叩いたりしてたのが多かったです。もう今回はしっかりやりたいっていうのがあります。はい。ただこの変色といいますか、色が変わってしまったところだけどうしようかなとはちょっと思ってます。はい。まあでも結構、迷いますけど、ちょっとまずはですね、アセトンでやる前の下処理をしっかりしたいなってのが今回ですね。はい。でも前回やったイエローグラデよりもいいです、状態。このっちの方が中敷きなんてこんな綺麗なんで結構びっくりするぐらいですね。私結構中敷きコレクションしてまして、はい、今ある中敷きだとですね、当人物のエアマックス95の白黒ボーダーの、デッドの中敷きとか持ってます。あとは2013年復刻のイエローグラデの中敷きも持ってますし、あとはあともう少しありますけども、まあ、あんまり自慢にならないですね。はい。でブロワーですね、ガチンコのブロワーです。はい。結構これ使う時は昔は洗車した後にこれで水気取っちゃうとかやってました。超強力なやつです。はい。これで拭いて、余計なもの全部剥がそうという感じですね。これスニーカー以外でもかなり使えるのでおすすめです。例えば落ち葉をこう寄せるとかでもすんごい使えるんで、はい。でこれに、思いっきり当てます。はい。速攻取れました。お値段は、1万円はしなかったと思いますけども、もう多種多様に使えますので私はおすすめします。軽い水を弾くとかいう時でもこれあったらもう全然弾いちゃうので、もう干す手間なしみたいな感じになります。すごくおすすめです。でこれ両足ともですね、今すんげー飛んじゃったんですけど、このぐらい力があるので本当におすすめです。でこれで綺麗に中も外もしっかりと余計なものを弾かしてアセトンといったところに行きたいと思います。はい。でですね、アセトンです、すいません、アセトンがですね、
ほぼほぼ足りませんでした。なので次回はですね、アセトンから始めたいと思います。はい、今回もありがとうございました。I'm caught inside a loop where I can get to your heart.